よろしくお願いします。ロイス・ディース事務学オープンデータ共同利用センターの、センター長の北本と申します。本日は、センターの紹介を、行いたいと思います。はい、今日のご紹介したい、我々の活動ですけれども、事務学情報学とオープンサイエンス、エドビッグデータと地理情報、歴史機構学と歴史ビッグデータ、歴史マイクロナレッジと 3D 研究プラットフォーム、文字認識 OCR、言語データアーカイブという形で、まあ、非常に幅広い分野の人文情報学、まあ、情報、人文学と情報学の境界領域と研究ということで、ご紹介したいと思います。で、まあ、我々のセンターは、まあ、データ駆動型人文学ですが、人文学ビッグデータというようなテーマを掲げて研究をしております。まあ、データ駆動型人文学というのは人文学の研究方法を新しい方法に変えると、特にデータ駆動型というアプローチを導入する、あるいは人文学ビッグデータというのは人文学で生まれたビッグデータというのを他の分野に活用していくということで、まあ、こういったこの分野を超えたような研究をオープンサイエンスのコンセプトの下で展開していくというのが我々の行っていることです。で、まあ、そこで、キーになるのが研究者と機械と市民、こういう方たちとどうやってコラボレーションするかということです。研究者が知識を深めて、機械、AI が知識を巨大化して、市民が知識を多様化することで、まあ、人文学をより豊かにするということを、この特任助教の方4名と一緒に取り組んでいるところです。で、先ほど申し上げましたように、この人文情報学というのは、人文学研究にデジタル技術を導入するということなんですけれども、ただ単に導入するだけではなくて、人文学の研究方法をこのデジタル技術によって新しく変えていくということで、まあ、そこから新たな知識を得ることが目標になります。そのために我々はオープンデータということで、データを機械可読形式で作って共有して、データ駆動型研究につなげて、まあ、新しい問い、リサーチクエスチョンにつなげていくということにやっています。で、まあ、その中ではもちろん AI を活用するということもあるんですけれども、まあ、人文学データは複雑ですので、どうやって分業するかということが大事になっています。で、さらにこの人文学というのは、まあ、これまでこう一人で研究するっていうことが多かったんですけれども、まあ、いろんな多分野の方が共同することで、ワンオペではない、研究を、作っていくということも一つのポイントになります。では、個別の活動についてこれから簡単にご紹介したいと思います。まず、エドビッグデータと地理情報ということで、まあ、大きな背景として、この歴史ビッグデータという活動を使用して行っています。まあ、歴史的資料、まあ、過去の江戸時代の本ですとか、日記ですとか、そういったものにいろんな情報が書かれてますので、それを取り出すことによって、過去の世界を復元して、統合解析しようというのが構想です。で、例えば自然科学的データとして、気候のデータ、ですとか地震のデータ、噴火、疫病等のデータですとか、人文社会的データとして経済、人口、政治、文化等のデータがここに書かれているわけですので、これを機械可読形式にして共有することで、まあ、分析するというのが大きな流れです。で、まあ、一つのこう対象として江戸というのを取り上げます。江戸というのはまあ特に都市としての江戸ということですけれども、まあ、江戸時代に作られた地図から、まあ、町の名前を取り出して、こういう地理情報を整備して、それを、まあ、いろんなものとつなげることによって、この江戸の、空間というのを、データ駆動型で分析するということが、目標になっています。まあ、このいろんな情報を本から取り出すわけですけれども、まあ、そこで重要になってくるのはテキスト化です。で、テキスト化というのはここに書かれている文字を、まあ、どのようにこう機械可読なデータにするかということなんですけれども、まあ、例えばですね、まあ、たくさんの本があった場合にどのようにテキスト化するかということで、まあ、いろんな本が繰り返しこう印刷されているときに、その印刷ごとに変わった部分だけを強調するっていうツール、VDFJS というのを作って、まあ、変わった部分だけをテキスト化するっていうような効率化を行うことを取り組んでいます。これを査読、ディファレンシャルリーディングというふうに呼んでいます。まあ、そういうことを行ってですね、例えば、江戸時代の200年間に、こう、参勤交代の時期がどういうふうに変わったかっていうようなデータセットの作成に今取り組んでいます。まあ、そういうことを行うとですね、まあ、こう、情報が、こう、本来は時系列順に並ぶのに入れ替わっているようなところがありますんで、そういうところは、本のメタデータを修正するなどとして、
まあ、より精度の高いデータにしていくというような作業にも取り組んでいます。また地理情報として地名を集めるということも行っています。この GOLD というのは地名情報を集めるプラットフォームなんですけれども、まあ、そこにこう識別子 ID を付与していろんな情報データで統合するために使っていこうというのがこの GOLD の特徴です。さらにこう歴史的行政区域ということで、まあ、過去から今まで存在したこの行政区域にも識別子 ID を振って、それでこうデータ統合できるようにしようということを取り組んでいます。現在1920年まで遡っていて、まあ、16,780 件に ID を振っているんですけども、これをさらに明治時代遡って江戸時代まで接続するというところに数年がかりで取り組もうとしています。はい、次のテーマとして歴史気候学と歴史ビッグデータということで、CODH の研究の一野美香さんがリーダーとして、メンバーのまあ、シャオシンさんも取り組んでいるテーマです。歴史ビッグデータについては先ほど説明しましたが、まあ、歴史系という、システムを作って、この資料にどんなことが書いてあるかということを共有できるようにしています。資料のタイトルとかはもちろん、書誌情報としてデータベース化されているんですけども、そこに何が書かれているか、例えば天気、地震、そういったこう、過去の世界に関する情報が書かれているかどうかっていうような情報は、書誌情報にはないので、それを新たに共有するようなシステムとして作っています。ですので、まあ、この本には天気のことが書いてあるよというような情報を共有すると、それをアクセスして、まあ、テキスト化して使っていくということが、循環が回るようになります。で、これが歴史系なんですけれども、まあ、まあ、今年度、この数年、改良に取り組んでおりまして、まあ、先ほど申し上げた GOLD とリンクして、まあ、地理情報も、きちんと ID をつけて共有するようなことを行っています。で、まあ今年はですね、この日本科学未来館ブログというのに、この歴史系が取り上げられまして、まあ、結構話題になって、いろんな人が歴史系を見るきっかけになったというようなこともありました。その他、気象データについても過去のデータのレスキューを行って、現在から過去までの気象データをこう連続的につなげていくというようなことを行っています。気象観測原簿という、こう気象庁の方が手書きで作ったデータを、まあ、閲覧できるようにアーカイブ化するとですね、さらに、江戸時代の日記とつなげて、過去数百年間の気候データを復元するということも取り組んでいます。で、こういったことが分かるとですね、例えばその、江戸時代の、こう、1833年の7月の天気がどうだったかっていうようなことを、まあ、日本列島のスケールで復元できます。そういうものとですね、米価の動きを組み合わせると、この米の値段が高騰したのが原因が、こう天候、どのような天候が原因で、こう、米の値段が上がったのかっていうことが、より月単位で、詳細にわかります。今までは、その大雑把なことしかわかってなかったんですけども、こういうデータを使うことによって、非常に細かい月単位ので、その原因を探って、まあ、その江戸時代の米のマーケットがどう変わったかっていうようなことを、こう、環境と経済と両方を統合して分析できるというところがこの特徴です。で、まあ、こういったものをですね、さらに、まあ、全世界レベルに拡大していくというときに、まあ、いろんな観測データを集めて、気象モデルに入れて、再解析、リアナリシスというのを行っていくということを、それでモデルの研究というのも行っています。で、これは、まあ、天気情報を入れないでシミュレーションする場合と、天気情報を入れて、どうかを行う場合と、やはりこう、全然結果が良くなっていくということで、まあ、こういったこう、ミレニアム再解析のプロジェクトにも、この関わっています。はい。次は、歴史マイクロナリスト 3D 研究プラットフォームということで、研究の小川さんが取り組んでいるものです。ポスター発表もありますので、後でお越しいただければと思います。で、歴史マイクロナリストというのは、こう歴史情報をですね、より細かい単位で、機械家族にして共有するというもので、まあ、これ、ヒミコっていうモデルですね。ヒストリカルマイクロナレッジエンドオントロジーというモデルを作って研究しています。で、こういったものを扱うエディターも開発しています。ヒミコオントロジーってこのような、かなり複雑な構造になってますが、まあ、後でポスターでお聞きいただければと思います。あとは、ま、3D 研究プラットフォームということで、最近この、個人文学の領域でもこう 3D データがよく使われるようになってきておりまして、この 3D データをどう作るかとかですね、あとそこにどうやってアノテーションするかというようなことも重要な課題になっています。さらにそれを VR 空間に持ち込んで研究するにはどうするかというようなことにも
取り組み始めています。まあ、このようなデータ記述言語でやると、このように 3D 空間上にレンダリングできるというような、こういうシステムの作成も行っています。で、文字認識 OCR、 これは CODH のレアイン・ウィックさんと、あと、まあ、前 CODH だったカラノアタニさん等と取り組んでいる経緯です。で、AI 崩し認識アプリ MIO ということで、まあ、これは、おととしにリリースした、崩し認識のするアプリなんですけれども、まあ、その後も利用者が増えてまして、まあ、10万件のダウンロード数、認識画像数120万件以上ということで、アプリ、新しいモデルへの更新等も、ルリへの更新等も行っています。で、こういったグッドデザイン賞ですとか、デジタルアーカイブ学会賞などを受賞して評価されています。で、この近代 OCR というのが、近代明治以降の文字の、OCR の開発です。で、このデータセットを作っているんですけれども、なかなかこう時間と手間がかかるということで、まあ、フォントからこう文字画像を生成して、これを助けられればいいんですけれども、ただ単に作るだけでは効果がないということで、この昔の画像とフォント画像をこうペアにして学習することによって、フォント画像の一部の情報をこう取り込んで、認識精度を向上するということを、この画像ペアの学習に取り組んでいます。で、これトランスフォーマーというモデルを使って、この、ディープニューラルネットワークが取り出す特徴量を近づけるような形で学習することで、このように、精度が、まあ、使わない場合より画像ペアでやった方が上がるっていうようなことが、結果が得られています。で、フォントも増やすことで効果があるということが分かります。で、最後、言語データアーカイブ。これもポスト発表あるので、後でお越しください。これは日流書語のドキュメンテーションと言語データアーカイブということで、まあ、日流書語っていう考え方があります。まあ、日本語は、ここの、にあるんですけども、まあ、琉球の言葉と日本語の言葉、前一緒だったっていうことの、日流書語というのがあります。で、この琉球の言葉はさらにいろいろ細かく枝分かれして、あと八丈島の八丈語っていうのも別のところに枝分かれしている。まあ、こういう、言語学的な、考え方があります。で、これ具体的に、まあ、どのように違うのかっていうことを一つ一つ、調べていくわけです。で、こういうものを、まあ、調べていく、それを統合したデータベースがないという問題があります。ですね、このラジャープロジェクトというのを、始めて、これはロイス DS の公募型共同研究で、高校系の宮川先生を代表にして行っているもの、始まっているものです。で、まあ、こういうに、日流書語の、特徴をより細かく取って、まあ、それを分析できて、まあ、地図上に可視化できるような、ものとして、取り組んでいます。例えば母音の数が7個以上だったら赤とか、母音の数が少ないとか、まあ、こういういろんな多様性があります。ということで、ちょっと、早足になりましたが、まあ、このような活動に取り組んでいるというご紹介でした。はい、以上で終わります。